一匹の猫は幼い頃、ひどい怪我を負い、命の危機に直面しました。なんとか助かったものの、顔は曲がったまま。猫はすっかり臆病になってしまい、なかなか心を開いてくれません。そんな猫が突然、今まで見せたことのない行動をとったのです。一体何が猫の心を変えたのでしょうか？とある動物保護施設で、ジョージという名前の猫が暮らしています。ジョージは子猫の頃、野生動物に襲われて、顔に大怪我を負っていたところを保護されました。当時、ジョージの状態はとても悪く、一時は命の危機に直面したそうです。その後、治療を乗り越えて元気になったのですが、顔は変形したまま、元に戻ることはありませんでした。顔が曲がっている以外、健康上は問題ないのですが、施設で暮らす姿はいつもどこか寂しそうだったといいます。おそらく怪我を負ったショックや、幼い頃から誰にも可愛がられなかったことで希望を失っていたのでしょう。ところが、そんなジョージに思わぬ展開が待っていました。一人の女性が施設を訪れ、ジョージを引き取りたいと言ってきたのです。スタッフが話を聞くと、彼女は施設のホームページにある保護猫たちの写真を見て、ジョージに一目惚れしたのだとか。よかったね、ジョージ。と、優しい女性が飼い主になってくれたことで、スタッフは安心してジョージを送り出すことができたのです。女性はジョージに辛かった過去は忘れ、一日でも早く自分と仲良く暮らしてもらいたいと思っていました。なので、ジョージの体を優しく撫でたり、何度もそばに寄り添います。しかし、女性に対しても怖がってばかりのジョージはすぐに逃げてしまい、なかなか心を開いてくれません。そんな日々が何日も続いたのですが、女性は根気強くジョージに向き合いました。そして、ジョージが女性の家で暮らして数週間が経ったある日のこと。女性がソファーでくつろいでいると、ジョージもソファーの上に乗ってきたので、彼女はなんとなくジョージの頭を撫でました。すると、え？ジョージ、嬉しいわ。なんと、ジョージは逃げることはおろか、自分から女性の足の上で腰を下ろしたのです。こんな行動は初めてで、女性はとっても嬉しくて感激したと言います。きっと、今までの女性の愛情が、ジョージにはちゃんと伝わっていたから、このような姿が見られたのでしょう。これがきっかけとなり、ジョージはすっかり女性に甘えるようになりました。彼女が料理や洗濯をしている時も、そばに寄ってきますし、シャワーを浴びている時も、ドアの近くで待っているのだとか。こうしてジョージは、個性的な顔をしていますが、優しい女性によって、明るく元気に暮らすことができました。ジョージのように、一般的な猫とは違う見た目をしていると、引き取ってもらえないケースが多いのが現実です。ですが、そういう動物たちこそ人間の愛情を一番必要としています。ジョージのように元気に暮らす姿を知って、一人でも多くの人たちが
動物たちを助けたいと思ってほしいですね。現在のジョージは生活環境にも慣れて、まるで家主のようになっているそうです。これからも女性と幸せに暮らして長生きしてほしいですね。ジョージ、よかったね。女性の諦めない気持ちが素晴らしいよ。辛いことがあったジョージも頑張りました。本当はもっと早く女性に甘えたかったのかも。ハンディキャップに負けずにこれからも明るく過ごしてほしいな。ご視聴いただきありがとうございました。